温泉旅行のたしなみ方。突然だが、俺たちサウスセクター研修チームの4人は今、温泉に来ている。日々忙しく過ごしているブラッド様が珍しくまとまった休みを取れることになり、急いで計画した。本当は日本の本場の温泉とやらに連れて行きたかったが、時間的な問題もあって最近リトル東京にできたという温泉旅館へやってきた。ほう、想像していた感じとは随分違うな。あれは洗い場か？あそこで体を洗ってもいいということだろうか？そうだ、あそこは体を洗うための場所だ。ブラッド様、もっとプールのような施設を想像していたか？これが本場、日本の温泉というものだ。ニューミリオンにこんな本格的な温泉旅館ができたとはな。なるほど、これが正しいスタイルなんですね。俺たちに馴染み深いのは温泉というよりスパの方だな。せっかくの機会だ、お前も本当の温泉というものを堪能するといい。はい、ブラッドさん。ボルテージマックスだ。アキラ、ダメだろ、そんな風に飛び込んじゃ。あっつ、なんだこれ、めちゃくちゃ暑いじゃねえか。温泉なんだから暑いに決まってるだろ。一日不良体験。アキラ、俺不良になってみようと思うんだ。は？あれ、聞こえなかったか？不良になってみようと思うんだけど、どう思う？いやいやいや、ちょっと待て、ウィル。聞こえた聞こえなかったの問題じゃなくてさ、早食い王決定戦ということで、今年もまたストリートフェアに参加することになった。こちら側で準備することは特にないが、各自心得ておくように。はあ、ストリートフェアですか。そういえばいつもエリオスのヒーローも参加していましたね。ルーキーたちは初めての参加だが、ストリートフェア自体は知っているんだな。もちろんです。レッドサウスの大通りが歩行者天国になって、屋台が出たりストリートパフォーマンスを披露する人がいたり、エリオスは毎年ミリオンパークでヒーローの握手会をやっていますよね。実は俺とアキラもよく遊びに行ってたんですな、アキラ。アキラ、どうしたんだ？お腹でも痛いのか？ちげえよ、せっかくストリートフェアに参加するなら握手会以外にも何かやりてえなと思ってさ。毎年楽しんではいたけど、なんか物足りねえ感じがしてたから。物足りないって、俺たちルーキーにとっては初めての参加なんだし、まずはこれまでのやり方に習った方が。例えばどういうアイデアがあるんだ？え、ブラッドさん、さすがに何年も連続で握手会をしていれば、何か新しいことをやってほしいという声がちょくちょく届いていたな。アイデアが出ても LOM の方を優先してなかなか対応できずにいた。だから何か案があるなら今この場で提案して。ホットドッグ早食い対決。メンター式ストレス解消法。いい稽古になった。やはりお前とのスパーリングはやりがいを感じるな。そう言っていただけて光栄です。ブラッド様、どうぞ水分を。ああ、そういえばオスカ、明日はオフだったな。何をして過ごす予定だ？桃太郎、ニューミリオンへ行く。ただいま帰りました。待っていたぞ、おじいさん。今日はいい収穫があったんだ。早く上がってこい。収穫って、おばあさんは洗濯に出ていたんですよね。まるで狩りに出ていたかのような。見ろ、大きな桃だ。桃？何がどうなったら川へ洗濯に出かけて桃を収穫してくるんですか？川上から流れてきたから持って帰ってきた。
こんなに大きな桃は初めて見たし、きっとうまいに違いない。川を流れてきた桃なんてちょっと怖いな。そもそもこの大きさは普通じゃないですよ。本当に食べるつもりですか、おばあさん。食べる。食べなければダメな気がするんだ。さあおじいさん、桃を切ってくれ。俺が切るんですか。わかりました。かなり不安ですけど。それじゃあ。なんだ、桃がガタガタ震え出したぞ。ほら、やっぱり普通じゃないって言ったじゃないですか。どうしようっていうか、どうなるんだ。オス・エリオス・サウスセクター編。ここが百万南高校。百万市の南方にそびえる百万南高校、略して万南。問題児が寄り集まっていると評される市内随一の不良校だ。喧嘩や抗争は日常茶飯事で、他校や近隣住民からも距離を置かれ恐れられている。そんな無法地帯のような学び屋に、俺ブラッド・ビームスは生徒指導担当として着任することになった。さて、どんな問題児がいるか見ものだな。